主格にある日の神の誇ら売り殿内な亡き神城、後入り口を内原からの眺望なき神城は、沖縄県国神群なき神村に位置する城跡である。14世紀、琉球王国成立以前に存在した北山の国王、北山王の居城であった。国の史跡に指定されている。北山吉及び北山王国も参照現地の伝説によれば、 亡き神与の主が気づいたと伝わるが、伝説上の応答、春天応答が始まるよりも遥か前のことだという。さらにリーサムの反乱によりお主はことごとく滅亡したと伝わる。なお、現在まで発見された城郭跡は12から13世紀頃の築城である。中山予感や中山予プによれば、伝説王、春天の兄。 大春とその子が上主となり、後春天二世、春馬淳、広氏の子、泣き人与の主が上主となる。なお、この代の泣き人与の主の二世の養子となり、泣き人上主を継いだのが、英宗王の次男、若川王子と伝わる。若川王子と子孫は、代々上主を継ぐが、敬類の子は天芝に打たれ、それまでの上主敬類は滅亡、離散する。 北山王国の始まりである。小輪に芝より、前代は、電気と、系府だけで、年代は分かっていないため伝説に近い。民の公部帝、明太素実録に、北山王国の長考となき尋常のことが、記述されている。1416年、北山王国は、中山王直お橋に滅ぼされるが、以後は、北山監守が置かれた。 1609年の琉球侵攻後、1665年には廃止されている。以降は、牛川五天十世なき人は朝、吉と軽類が琉球処分まで監視跡を管理した。おもろさ牛に見えるなき人の古名は、宮城仙という。聞こえ宮城仙ものまかり積み上げてかはら、よせごくすくけらえ、またと読む宮城仙、おもろさ、牛。 巻13.125番なき人城内からは、中国や東南アジアなどの陶磁器が多く出土し、王子の繁栄を伺わせる。北山は、昭和史2416年節もあるに滅ぼされるが、北山が滅ぼされた後も、旧北山統治の要所として引き続き使用され、北山監守が派遣された。1609年の薩摩藩による琉球振興の際には、 その攻撃の第一目標となった。現在も、石垣などの遺構の整備が進み、亡き尋常跡として1972年5月15日に、国の史跡に亡き尋常跡として指定される。門から城の中心部へと向かう階段の左右には、寒日桜の並木があり、毎年1月末から2月初めに開花する。本部長の八重岳などと並び、桜の名所として知られている。 城内には、鹿間打つ損化費や、三北なき人城監修来歴引などの石踏みもある。2000年11月に、首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群として、ユネスコの世界遺産に登録された。2006年4月6日、日本百名城に選定された。2010年2月22日に、国の史跡地域が追加され、 史跡名称が、ナキジン城席府、シーナ城跡へ改められた。南北350メートル、東西800メートル、面積3万7000平方メートル。県内最大級の城として名高い。複数の城郭により区切られ、本丸的な王邸、城主側近の武士の邸宅跡などが確認できる。城下も広く、ミームングスク、ターラグスクなどの出城もある。 出土品には14から15世紀頃の中国製陶時期が多く、五北山の超高貿易の影響とみられ、中国の様々な文物がある。他には、高麗製時期、東南アジアや日本からの焼き物もある。さらにブグ類、祭祀品など様々なものも出土する。シーナ城跡は、亡き人城跡から南東6キロの亡き人村あざ、賀山三社原にあり、 13世紀中に築城され、短期間で廃城された。石垣跡が見られる。亡き人の築城以前の中心拠点として、シーナ城にアジが住んだが、用水に不足し、亡き人城に移ったという伝承がある。世界遺産登録以降、城石は徐々に整備及び修復作業の強化が行われた。また駐車場が、城石入り口付近へ、城内に入る、 際のチケット販売所がグスク交流センターへ移設された。2005年9月1日、グスク交流センターや観光バス駐車場などの周辺設備の整備に伴い、泣き人城跡のみの入場料が、泣き人城跡と泣き人村歴史文化センターの共通料金となり、300円から400円に値上げされた。泣き人村歴史文化センターと、 共通バス路線なき人情席バス停、沖縄本島のバス路線65番66番を参照なき人情後入り口バス停なご、バスターミナルからだと66番の方が早く、到着でき、運賃も安くなる。ありがとうございます。